声も出ねえよ。ちなみにこの階段はどこに行くんでしょうね。この間登んなかったんですよ。タイヤのホイールですね。なんもないでしょ。なんもないよね。多分普通に上のチャキラだかチャダイラだか行くだけでしょ。あーしんどい。アジサイ。はい。で、一人がこっち、なんか、人の気配がするって行くのやめたんだけど、人いないっす、ここ。ただ、はあ、あれ、レコードが端っこに寄せられてんね。ここ、うち怪我したからね、一回。あれ、やっぱり洗濯物ね、全部何これ、そう、ここのお家がね、人の気配というか人の匂いがするんですよ。すんな。2000年のカレンダーだね。うん、やっぱり人の匂いするよな。親戚のおじちゃんの匂い。なんか前よりボロボロになってるじゃん。こんなボロボロじゃなかったよ、ここ。ひどい。ああ、誰か洗濯物、ほどいてここに置いたんだ、全部。それもまたひどい。人よけにしてたのにね。なんだ、チミは。なんだ、今の昆虫は。コオロギだと思ったら、ゴキブリだと思ったら、よくわかんない、ね。よいしょ。あ、ここが閉まってる。前、ここがね、開いてたのよ。入んないからね、別にいいんだけどね。あれ、こんな割れてた？割れてなかったよね。あ、浴槽があれだ、洗濯スポンジでこすったら完了っていうやつの楽な洗濯槽。こういう洗濯、お風呂のね、楽なのよ、あれ。ポンチで軽くこするで終わりだから。はぁ、もういっか。もういっか来てるしね、こっち。雲がね、ちょっと遮っててね、行きづらいです。倒木した場所もちょっと気になるっちゃ気になるけど、ここ、なんだろう、閉まってんの、前開いてたの。誰か閉めた？違う、これ見れるの？タブです。
くで。かわいいね、今の。かわいい。今のかわいくなかった？あずちゃん。そうね、ところどころ空いてたんだけどね、全部閉めたんだけども、ここを閉めたら、ここをぶっ壊されるというね、なんか、悲しいね。いや、こんなに散らかってなかったって、ね、ひどいな。あ、違う。裁縫のなんかもう、ねえ、手が置いてくる。タオル落っこちゃった。帰る。もう知らん。多分全部取ってないと思うけど、これ頭しか出そうで。タオル取れちゃったし、頭巻いて。なんかやる気なくなった。もうお墓も管理されてないんだね。これがね、歴史感じるよね、ロープ。ロープに苔が生えてます。はい。何これ死に。以上、茶平だが茶平の集落と、その奥を撮影しに来ました。もう風邪ひきそうなので帰ります。